いわゆる満塁策を取ってからのね中田翔でした。さあそれでは聞いてみましょう。札幌ドームのファイターズファンの皆さん、テレビラジオをご覧の全国のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は決勝打、そして2打点、中田翔選手です。ありがとうございます。お客さんが入った中でのホームゲーム初勝利となりました。今の温かい拍手、中田さんどう感じていらっしゃいますか？そうですね、まあ、本当に今でもねこうやって人数が限られた、限られてるんですけど、こうやって僕たちが打席に立った時にね皆さんの声援っていうのがすごく僕たちに、届いてますし、やっぱりファンの皆さんのね声援っていうのは僕らの力になるなっていうふうに改めてこの何試合か、はい、すごく思ってます。8回の裏、あそこで一打出ればという場面でしっかりと決勝の犠牲フライを打ちました。あの場面どんな気持ちだったんですか？いやまあ本当に敬遠は、正直まあ敬遠で来るだろうなというふうに思ってたので、前みたいにねイライラすることなく打席に立てたかなと思います。今お客さんから笑いも少し起きましたが、昨年の開幕戦、まあ、申告敬遠の後、まあ、燃えてサヨナラ満塁ホームランなどもありましたけれども、やはり精神状態としてはではかなりフラットで落ち着いて打席に入れたということなんですか？そうですね、まあ、もちろん何とかしたいという気持ちはすごく強くて、まあ塁、ね、塁に、ね、出てくれる選手がいて、それをバントで送る選手がいて、そういうふうにチャンスを作った上で、僕に打席を回してくれてるんでね、何としてでもなんとか1点取りたいというふうに、その気持ちはすごく強かったです。はい、まさにチームリーダーらしい今話が出ましたが、8回の裏振り返ると西川選手のフォアボール、そして2番の松本選手、極限の緊張感の中での送りバント、さらには中田選手の後には太田選手の魂のヘッドスライディングなど、本当にチームが一丸となった、そんな印象もありますが、いかがですか？そうですね、まあまだシーズン始まってね、20数試合ですけども、みんな、こうやって苦しい試合がね、続いている中で、選手同士で日頃からみんな声を掛け合ってね、なんとか、いい試合を、ファンにね見せてあげようというね、言葉がみんなの中で今出てきているので、その中で今日こういう勝ち方ができたっていうのはすごく良かったと思いますし、また大使のね最後の、ヘッドスライディングででの1点、すごくその後投げるピッチャーもねすごく楽だったと思いますし、本当に大きかった1点だったと思います。まさにファンの皆さんから今喜びの拍手も送られていましたが、中田選手の決勝の犠牲フライの時にもファンの皆さんは皆さん笑顔になっていました。そして西川選手の同点タイムリーの時にはお客さんの中には涙を流している選手もいました。もう皆さんも一丸となって応援されてましたよ。そうですね、まあ、本当にファンの皆さんにはね、ハラハラドキドキさせる、また悲しい思いに、ね、させてしまう、試合が、ここ最近、ね、続いてたので、これからは、ファンの皆さんを笑顔にできるようなので、試合を一試合一試合積み重ねていきたいなというふうに思います。改めてテレビラジオの前にも多くのファンの皆さんもいらっしゃいます。そのファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、まあ、本当に今日応援ありがとうございました。まあ、先ほども言ったように、こうして限られた、ね人数ですけども、皆さんの応援は僕たち選手に、届いてますので、これからも応援してくれたら、僕たちももっともっとね、頑張れるので応援よろしくお願いします。見事決勝打を放ちました中田翔選手でした。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。中田翔選手の勝利インタビュー、ヒーローインタビューをお聞きいただきました。さあそれでは、この後ゲームをじっくりと振り返っていきます。